どうも、ウズですみんな FF16 予約したちゃんと予約しときなさいよはいえー、ということで今回は「ファイナルファンタジー16」ま、えー、もなく発売ですね6月22日発売お話をしていきましょうえ私もちろん予約してるよ通常版だけどねまあ以前から「ファイナルファンタジー16」のことをね、えー、絶やさず 定期的に、ね、私の YouTube チャンネルでお話していくっていう話をしていたんですが、まあ、今回もその流れの一環です、まあ、ただ今回の動画もまたあんまりねポジティブじゃない話が加わってしまうんですが6月2日海外メディアの元編集長の方がニュースレターでこんなことを言ってたわけです FF16 の予約販売数ににクエニが若干パニックになっているよってな感じだったそうです まあちょっと翻訳した、ね、文章も見たんですけど Google 翻訳で、まあ、この話はもちろん信憑性があるかどうかってちょっと微妙なんですけれども、まあ、ゲームファンの方にとってはあああ確かにあるかにるもねねって思う話ですよ、ね、これに対してネット民の反応は「PS5 独占にしたのがそもそも悪い」で「最近のゲームは発売日に不具合」などが多くて「初日から手を出す気にはならない」などのネガティブなもの、まあ、あとは「なんだかんだ FF 楽しみにしてます」という声や「 FF7 リメイクの時は体験版が配信されてから予約の数がガッと増えたっていうポジティブな意見も見受けられましたまあ結局やってみないとわからないですよねということで私としては「ファイナルファンタジー16」は発売日からプレイして、まあ、がっつりやらせていただいてで早めにちょっとね最初の感想っていう動画をまたいつものパターンで上げると思うんですけれども、まあ、その発売日ですね6月22日22日 どうする FF プレイしてる場合じゃないんじゃないのかいや落ち着けみんなが寝てから夜中から朝までプレイすればいい話じゃないかもうこれはあれですねプレイステーション5を佐渡からね栃木の足利市に直接 <laughs> 持っていかなきゃいけないねプレイステーション5を携帯するおじさんということで。 あんま手荷物でプレイステーション5は持ってきたくないな <laughs> 結構邪魔だよねまあでも本当にねファイナルファンタジー16が現状予約数があんまりね取れてなくて、まあ、スクエニーさんがあたふたしてるかどうかはまあ分からないですけど実際のところまあただ今の時代ね結構そのゲームソフト発売日じゃなくてそのブログでも雑誌でもまあ個人のね YouTuber でも あの速攻プレイしてこう感想レビュー動画上げる人も多くなってますからまあそれを見てからって人もね増えたんだろうね。といったところでちょっとゲームのねレビュー動画も商品と同様大切にちょっと私のチャンネル扱ってますのではいえそのあたりしっかりとプレイステ5をね持ち運びしなきゃいけないっていうミッションが一つ加わりましたけれども早々に皆様の期待に応えられるような実際のプレーの正直感想ですねえ上げられるようにしていきたいと思います。 いつも私の動画を見てくださっている方に関しましては、ファイナルファンタジー16気になってるけどな、予約はなっていう方いらっしゃいましたら、ぜひその私の感想を見た後に購入するかどうかを決めていただいてもいいかもしれません。はい、ということで、まあ、またこんな感じで、ファイナルファンタジー16のネタを続けていきますので、ゲーム好きの方、この後も注目して見ておいていただけるとありがたいです。他の動画も見てみて気に入る動画がありましたら、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ではまた別の動画で。 まあでもここ最近5月はね「ゼルダの伝説」「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」で6月は「頭にディアブロ4」が発売されていてどちらもすごくねいい作品ですので、まあ、ここで「ファイナルファンタジー16」がこけても私の気持ち的なところはね全然問題がないノーダメージでございます <laughs> そんなことはねえな